8時になりました。連休明けの株式投資に向けて、明日狙い目か、高決算で急落した7銘柄についてお話しいたします。これは金曜日の値下がり率ランキングです。応用技術の20%近い下げを筆頭に10%を超える急落が並んでいます。今回は金曜日に急落した銘柄の中で、 高決算だったたたのにに急落しし7銘柄についいてお話しいたします。まずカバーこちらはカバーが木曜日の引け後に発表した決算です今期計上を13%上報修正最高益予想を上乗せ24年3月期第3クォーター累計の経常利益は前年同期比2.0倍の 34.7億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の46.2億円から52.1億円に12.9%上報修正し、増益率が36.6%増から54.2%増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。10月から12月期、 第3クォーターの経常利益は前年同期比36.6%増の11.6億円に拡大したが、売上業利益率は前年同期の17.1%から17.1%とほぼ横ばいだった。こういった発表でした。最高益をさらに伸ばした情報修正でしたが、決算発表の翌日、 このように株価は窓を開けて下落し、マイナス5.98%の下げとなってしまいました。カバーはご存知を通り、VTuber のキャラクター IP の開発や VTuber プロダクションを運営する会社です。先行して上場したエニーカラーと VTuber 業界を二分する企業です。 こちらが売上と営業利益の推移です。このように売上そして利益、ともに順調に伸びている状態です。売上セグメントの状況は、マーチャンダイジングが39.1%、配信コンテンツが31%、ライブイベントが16.8%、配信やライブより グッズ販売の方が売り上げが大きい状態です。配当についてはまだ無配が続いています。こちらが経常利益の進捗状況です。第1クォーターは17.2%、第2クォーターは44.3%、第3クォーターは66.6%、進捗は遅れ気味ですが、取り返しつつある状況です。 こちらが急落したカバーの状態について出た記事です。2月9日の13時54分です。24年3月期業績、業績予想を情報修正するも市場予想に届かず、カバーが3日続落している 8, 8日の取引終了後、24年3月期の単独業績予想について、 売上高を265億6200万円から284億7100万円。二パ費39.2%増え。営業利益を46億5000万円から52億3300万円。53.2%増え。純利益を32億3600万円から38億8200万円。 54.8%増へ情報修正したが営業利益で60億円前後を見込んでいた市場予想を下回ることから失望売りが出ているようだ。情報修正は IP の影響力拡大を背景とした集客増の結果としてライブ、イベント、マーチャンダイジング、ライセンス、タイアップの各サービスの分野の 業績が想定を上回る進捗となっていることが要因。また、マーチャンダイジングやライセンス、タイアップといった労働集約性が相対的に低く、限界利益,限界利益が高い分野の売上構成費が高まっていることも寄与する。同時に発表した第3クォーター累計の 決算は売上高が192億2500万円50.2%増営業利益が34億9100万円2.0倍純利益が26億2500万円2.0倍だったこういうふうな状況でしたこちらは直近の信用状態ですが直近の信用状態は 空売りが変動しているため、対尺倍率が変化していますが、信用買い自体は大して動いていない状況です。通常の出来高が300万株ほどある銘柄ですので、400万株ほどの、で、400万株ほどで推移している信用買いは特に重いということではないと思います。金曜日の株価は2610円。 出来高は 1, 万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収、増益の見通しとなっています。株価は割高で、配当もありませんが、稼ぐ力は非常に高い状況になっています。 受給はかもなく不可もない状態と言えるかと思います。テクニカルについては、一目均衡は下値抵抗となっていた雲を一気に下に突き抜けてしまいました。パラボリックは上げで転倒マックリーはデッドクロスを形成しました。RSI は40割まで下がってきている状態です。 ボリンジャーバンドは明確なシグナルは見られません。思ったほどは反発要素が感じられないチャートです。そして、小田急電鉄。小田急電鉄は木曜日の引け後に決算発表をしています。今期形状を5%情報修正。24年3月期第3クォーター累計の連結形状利益は前年同期比、 70.3%増の405億円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の440億円から460億円に4.5%上方修正し、増益率が75.2%増から83.1%増に拡大する見通しとなった。10月から12月期、 第3クォーターの連結形状利益は前年同期比48.9%増の135億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.8%から14.2%に急改善した。こういった内容です。情報修正の発表でしたが、決算発表の翌日、 株価はこのように窓を開けて下落し、マイナス5.98%の下げとなってしまいました。ご存知の通り、小田急鉄道は私鉄の大手です。鉄道、自動車運輸、自動車運送、流通不動産の4事業を持っています。傘下に神奈,川、えー、神奈川中央交通を持っています。 セブンアイと業務提携しています。こちらが売上高と営業利益の推移です。このようにコロナで急減した売上と利益は、売上の方はなかなか回復していないものの、利益はほぼコロナ前まで回復した状況です。売上セグメントについては、うんえー、運輸業、 運輸業が35.9%、流通業が22.8%、その他が21.5%、不動産業が21.48%、デパートなどの流通と不動産があり、不動産は20%を超える高い利益率を持っています。こちらが各セグメントの推移です。 流通の落ち込みがこのように激しい状態ですが、運輸がこのように回復してきている状態です。回答はこのように順調に回復してきており、現在の利回りは1.0%前後になっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターが33.5%、第2クォーターが 58.8%。第3クォーターが88.2%。非常に良い進捗で進んでおり、今回の第3クォーターの発表は、通期のコンセンサスをこのように超えてしまっている状態です。金曜日の株価は2610円。出来高は1200万株です。3年間の業績見通しは、増収、 増増益で増配の見通しとなっています。株価は割安ではなく、配当も低い状態ですが、稼ぐ力はそこそこある状況になっています。受給はかもなく不可もない状況と言えるかと思います。テクニカルは、一目均衡は雲を一気に下,下にき、えー、突き抜けてしまいました。パラボリックは下げて点灯。 マック D はデッドクロスを形成し、下げトレンド。RSI は45近辺にで推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、マイナス3シグマに飛んでいる状態です。下げが急すぎ,ぎて、テクニカルでは何も言えない状況です。そして富士フィルム。 富士フィルムも木曜日の引け後に決算を発表しています。4月から12月期、第3クォーター累計税引き前が12%増益。10月から12月期も3%増益、えー。合わせて1対3の株式分割が発表されています。24年3月期、第3クォーター累計の連結税引き前利益は前年同期比、 12.1%増の2296億円に伸び、通期計画の2950億円に対する進捗率は77.9%となり、5年平均の79.0%とほぼ同水準だった。10月から12月期、第3クォーターの連結税引き前利益は、前年同期比3.1%増の 775億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の11.0%から10.4%に低下した。このような発表でした。決算発表の翌日、増益と株式分割の発表でしたが、このように窓を開けて急落し、マイナス6.73%の下げとなってしまいました。 富士フ,フィルムはご存知の通り、写真フィルムから始まった医療機器や医薬品、液晶材料、オフィス機器を事業として展開する大手の精密化学メーカーです。イメージング、ヘルスケア、マテリアルス、ビジネスイノベーションの4事業を持っています。武田製薬と再生医療分野で提携しています。 売上高と営業利益の推移はコロナでの落ち込みはありましたが売上そして利益ともに順調に伸びている状態です売上セグメントの状態はヘルスケアが32%ビジネスイノベーションが29.5%マテリアルズが24.2%イメージングが23.5% このように4事業がある状態で、イメージングは利益率が17.66%突出して利益率が高い状況です。4事業の推移ですが、このように4事業がまんべんなく伸びている状態です。海外での売上状況は日本が39.3% アジアが26.7%、アメリカが20.7%。このように日本以外にアジア、アメリカ、そしてヨーロッパなど、各国で事業を展開している状態です。各国の推移ですが、やはりどこ,かどこかが突出して伸びている、あるいは低下しているという状況にはなく、日本、そして 日本がこちらですね。日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、まんべんなく伸びている状態です。配当は9期の連続配当、え連続増配の状態で、現在の利回りは1.6%前後の状況です。経常利益の進捗状況は、第1クォーターが23.5%、第2クォーターが 51.6%。第3クォーターが77.9%。無難な進捗で進んでいますが、第1クォーターと第2クォーターは、このようにコンセンサスを上回ったものの、第3クォーターはコンセンサスを若干下回ってしまいました。こちらが富士フィルムの急落について出た記事です。 金曜日の10時30分、一時5%超安、業績予想の据え置きを嫌け、富士フィルムホールディングスが大幅に続落し、一時5%超安の9261円で安値をつけた、8日2024年3月期の、えー、連結業績予想を据え置き、失望感から 売りが先行する展開となっている。市場では半導体材料の売り上げが減っており、目標を満たせとなる可能性が嫌気されているとの声が聞かれる。4月から12月期の営業利益は前年同期比1.1%増の2049億円だった。インスタントカメラ、チェキや デジタルカメラの販売が好調に推移した反面、半導体材料が PC 需要などの市場、市況低迷の影響を受けた。通期の連結営業利益予想は前年、前年比6.2%増の2900億円で据え置いた。IBES がまとめた アナリスト14人のコンセンサス予想の平均値は2927億円を下回った。富士フィルムは合わせて3月31日時点の株主を対象に1対3の株式分割を実施すると発表。投資単位あたりの金額を下げて投資仮想の拡大を図るとしている。このような記事が出ていました。 金曜日の株価は9140円。出来高は440万株です。3年間の業績見通しは増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割安ではなく配当もあまり良くない状態です。需給は可もなく不可もない状況となっています。テクニカルについてはパラボリックは 上げて点灯。マック D はデッドクロスを形成した状況にあります。RSI は45近辺で推移しています。ボリンジャーバンドは中心線を越えてマイナス1シグマに飛んでいる状態です。明確な方向性は見えないチャートです。だいたい急落した時の,のチャートというのはテクニカルではわかりにくいものではあります。 次に芝浦メカトロニクス。芝浦メカトロニクスも木曜日の引け後に決算を発表しています。今期形状を3%上方修正。配当も5円増額。24年3月期第3クォーター累計の連結形状利益は前年同期比2.8%増の79.9 79. 億円となった。 合わせて通期の同利益を従来予想の97億円から100億円に3.1%上報修正し、現益率が7.7%減から4.9%減に縮小する見通しとなった。業績向上に伴い、期末一括配当を従来計画の165円から170円に増額修正した。 10月から12月期、第3クオーターの連結形状利益は前年同期比15.8%減の29.6億円に減り、売上業利益率は前年同期の22.9%から17.8%に低下した。こういった発表でした。決算発表の翌日、情報修正と増配の発表でしたが、 株価はこのように窓を開けて下落し、マイナス6.73%の下げとなってしまいました。芝、えー、浦メタトリニクスは半導体とフラットパネルディスプレイの製造装置のメーカーです。毎様式シリコンウェアの洗浄装置、そして毎様式のリン酸エッチング装置、高精度の フリップ、チップ、ボンダは世界でトップの会社です。売上高と営業利益はこのように順調に伸びていましたが、利益はやや頭打ちの傾向が見られる状況です。売上セグメントの状況は、ファインメカトロニクスが69.6%、メカトロニクスシステムが 23.4%、流通機器システムが3.9%、ファインメカトロニクスが7割を占めており、利益率も22.55%、非常に高い状況です。メインの、あ、こちらが、えー、各セグ,メンセグメントの推移ですが、このようにメインのファインメカトロニクスが このように急速に伸びている状態です。一方、各国への売上げの状況ですが、中国が37.8%、日本が33.3%、台湾が13.1%、中国への依存度が高い点は気になるところです。配当についてはこのように、 配当は伸びていましたが、今年度は減配の見込みです。186.67円から170円への減配です。現在の利回りは2.4%前後となっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターが22.1%、第2クォーターが50.3% 50.、第3クォーターが 80.0%。第1クォーターは若干遅れたものの、第2クォーター、第3クォーターは順調に進んでおり、コンセンサスも超えている状態です。金曜日の株価は9140円。出来高は440万株です。3年間の業績見通しは、増収ですが現役で 減配の見通しです。株価は割安ではなく、配当もあまり良くありませんが、稼ぐ力は高い状態です。需給はかもなく、不可もない状態になっています。テクニカルはパラ,ボパラボリックは上げて転倒、マックリーはデッドクロスを形成し,形成しそうな状況になっています。RSI は 50近辺で推移しています。ボリンジャーバンドは、えー、中心線付近に戻ってきています。明確な方向性は見られないチャートです。次にゲームカードジョイコです。ゲームカードジョイコも木曜日の引け後に決算を発表しています。今期形状を18%情報修正、最高益予想を上乗せ、 24年3月期第3クォーター累計の連結形状利益は前年同期比3.0倍の93.5億円に急拡大した合わせて通期の同利益を従来予想の85億円から100億円に17.6%上方修正し増益率が83.2%増から2.2倍に拡大し 従来の18期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした10月から12月期第3クォーターの連結計上利益は前年同期比6.0%増の31.2億, 31. 億円に伸び売上営業利益率は前年同期の30.9%から31.3%に上昇した こういった内容です。決算発表の翌日最高益をさらに増額する情報修正でしたが株価はこのようにマイナス7.98%の下げとなってしまいましたゲームカード上位行はパチンコホール向けのプリペイドカードシステムの最大手です大株主は3強でこの他にも えー、パチンコメーカー各社が大株主になっている状況です。売上と営業利益の推移はこのように売上そして利益、共に伸びており、過去最高益を更新する見通しです。今回増配されたことによって、現在の利回りは2.6%前後となっています。 経常利益の進捗状況は、第1クォーターが35.1%、第2クォーターが62.3%、第3クォーターが93.6%、非常に良い進捗で進んでおり、この進捗であれば楽に通期計画は達成できそうに思えます。金曜日の株価は2237円。 出来高は79万株です。3年間の業績見通しは、大幅な増収、増益で増配となっています。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安です。配当はあまり良くありませんが、えー、自己資本比率82.1%非常に高い状態で、ROE、ROA、 稼ぐ力も高いいいい数値にななっっててまます。す。需はやや重い状況となっていますテクニカルは一目金庫は雲の中をさまよっている状態ですパラボリックは上げで転倒マックリーは不明確 RSI は45近辺であ45近辺に低下してしまいましたボリンジャーバンドは バンドを閉じており、明確なシグナルは見られません。しばらく横横になるかもしれないチャートです。次に日本通信。日本通信は2月の8日の場中14時30分、既定の30分前に決算を発表しています。4月から12月期、第3交代累計形状が 48%増益で着地。10月から12月期も15%増益。24年3月期第3クォーター累計の連結計上利益は前年同期比47.7%増の8.3億円に拡大した。10月から12月期第3クォーターの連結計上利益は前年同期比 15.0%増の2.6億円に伸びたが、売上業利益率は前年同期の16.0%から14.8%に低下した。このような発表でした。目標引け前の発表でしたが、今回で <laughs> 大幅な続落になっています。こちらがその続落のチャートです。 今回48%もの大幅増、えー、情報修正でしたが、このように前日の引け前に続いて窓を開けて急落し、マイナス9.96%の下げとなっています。日本通信は日本初の MVNO の会社です。ローカル基地局を使った モバイル通信サービスの開拓を推進中です。アメリカのベライゾン社と教育分野で提携しています。UNEXT、HIS、ヤマダ電機、サイバートラストと業務提携しています。売上と営業利益の状況は、このように売上利益、ともに伸びている状態です。 売上セグメントについては日本が98.0%アメリカが2.0%アメリカでの売上も若干ありますがほぼ国内ののみの売上状態です各セグメント状態は国内での売上が急速に伸びている状態です配当については無敗が続いています 経常利益の進捗状況は、通期の計画が開示されていないために進捗としてはよくわからない状況ですが、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーターを見ると、ほぼ均一に進んでいる状態です。<laughs> 金曜日の株価は208円、出来高は870万株です。 3年間の業績見通しは2024年業績見通しが開示されていないのでよくわからない状況です。株価は割高で配当もありません。受給は重い状態になっています。テクニカルについては一目均衡は雲を下に突き,突き抜けてしまった状況です。パラボリックは下げで転倒。 マック D は下げトレンド。RSI は30近辺に低下しています。オリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、マイナス3シグマを突発している状態です。強い下げ圧力を感じるチャートです。<laughs> 次に無駄成功です。無駄成功は、 木曜日の引け後に計算を発表しています。今期形状を17%情報修正。配当も8.5円増額。24年3月期、第3クォーター累計の連結形状利益は、前年同期比9.6%増の19.9億円に伸びた。合わせて、通期の同利益を従来予想の18億円から 21億円に16.7%上報修正し、現役率が15.9%減から1.9%減に縮小する見通しとなった。業績向上に伴い、今期の年間配当を従来計画の79円から87.5円に増額修正した。10月から12月期、第3クォーターの連結計上利益は、 前年同期比29.9%減の5.3億円に減り、売上業利益率は前年同期の11.5%から7.7%に大幅低下した。こういった内容でした。決算発表の翌日、情報修正と増配の発表でしたが、株価はこのようにマイナス12.87%の 大幅な急落となってしまいました。無動成功はプラスチック部品の成形加工メーカーです。主力は車載部品,車載部品です海、えー。海外生産が約60%を占めており、中国、ベトナム、マレーシア、タイに製造拠点を持っています。主要な取引先は、 キャノンベ、キャノンのベトナム、そしてソニーテクノロジーのタイになっています。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともにやや頭打ち傾向に見えます。売上セグメントですが、プラスチック成形が95.1%、精密プレス部品が 3.4%、プリント基板が1.5%、プラスチック成形がほぼ全体を占めている状態です。各セグメントの推移はメインのプラスチック成形がこのように低下傾向から回復してきている状態です。海外での売上状況は日本が 30.0%に対して、ベトナムが29.1%、タイが16.9%、そして中国が13.8%、その他のアジアが7.0%、ベトナムやタイでの売上比率が非常に高い状況です。配当金は連続で配当を伸ばしており、今回の増配で 配当利回りは4.46%の高配当になっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターが23.6%、第2クォーターが69.4%、第3クォーターが95.1%、第1クォーターは遅れ気味でしたが、第2クォーター、第3クォーターで伸ばしており、特に第3クォーターは、 すでに進捗率が95%で、通期計画にほぼ届いている状態です。金曜日の株価は1963円。出来高は61万株です。3年間の業績見通しは、増収ですが、減益で増配の見通しとなっています。株価は えー、PER, b r が1倍割れで PER を加味しても割安な状態です。配当も4.46%で非常に高い状態になっています。受給はかもなく不可もない状況となっています。テクニカルはパラボリックは下げで点灯、MacD は下げトレンド、RSI は 40近辺に低下しています。ボリンジャーバンドはマイナス2シグマに飛んでいる状態です。強い下げ圧力を感じるチャートです。次にその他の12銘柄についてお話しいたします。今お話した7銘柄以外にも金曜日に高決算で急落した銘柄が12銘柄あります。 まず、日本プラスと、こちらは黒字不上を発表しましたが、金曜日はマイナス15.8、15.80% 15. の下げとなっています。そして、セック。こちらは、金曜、えー、27%の増益を発表していますが、金曜日はマイナス9.26%の下げとなっています。そして、アクセル。 こちらは49%の増益を発表していますが、金曜日はマイナス9.23%の下げとなっています。そして、萩原電機は48%の増益を発表していますが、金曜日はマイナス7.85%の急落となっています。そして、古北工業は 4%の増益で実質増配を発表していますが、金曜日はマイナス6.56%の下げとなっています。木村幸貴は2.9倍の増益でしたが、金曜日はマイナス6.45%の下げとなっています。そして岡村は58%の増益でしたが、 金曜日はマイナス6.42%の下げとなっています。そして高、えー、高配当で知られるサンフロンティア不動産は3%の情報修正、4期ぶり最高益、配当も4円増額という発表でしたが、金曜日はマイナス6.40%の下げとなっています。そして、アサヒ工業者、 46%の情報修正と6期ぶりの最高益。配当も40円増配という発表をしていますが、金曜日はマイナス6.24%の下げで引けています。そして鶴見製作所。こちらは28%の増益を発表していますが、金曜日はマイナス6.23%の下げで引けています。 連休明けの株式投資に向けてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。